ナタリア・ペレーラは、ブラジルの女子バレーボール選手。ポジションは、ウィングスパイカー。ブラジル代表。2005年、ブラジル女子代表に初選出される。同年のワールドグランドチャンピオンズカップで代表デビュー、した。2007年のワールドカップに出場し、銀メダルを獲得した。北京オリンピックの代表メンバーからは外れた。2009年から、 世代交代が進んだチームの中心選手として活躍する。同年のワールドグランプリで金メダルを獲得した。2010年のワールドグランプリと世界選手権ではレギュラーとしてチームを牽引し銀メダルを獲得した。その後は怪我により代表から外れていたが2012年のロンドンオリンピックの代表12名に選ばれ本大会で金メダルを獲得した。 2013年のグラチャンでも金メダルを獲得した。2015年ワールドグランプリでベストアウトサイド賞を受賞し、2016年ワールドグランプリでは2大会ぶりの優勝へ導き MVP を受賞した。2017年から代表チームで首相を務める。2021年開催の東京2020オリンピックでは銀メダルを獲得した。ありがとうございます。